今日はすごいのが取れたよ。何かというと、じゃじゃん、この方です。はい、カリフォルニアスパイダークラブです。どうですか皆さん、美味しそうな、いいですね。体も重いし、多分身が詰まっているかな、楽しみです。まあ、僕はアメリカ西海岸で住んでいますけど、こういうのはあんまり珍しいですね。僕も今回は初めてです。じゃあ味がどうなのかな。まずは体を洗います。まあ、見た目は結構黒いですけど、割とおとなしいですね。体を洗いました。綺麗でしょ。まあ、ここからは解体します。レディ？じゃあ最上面、じゃないかんだ。はい、一応体の上と下の部分を割って二つにしました。この過程はあまり黒いですから、それを省きますけど、まあ、こういう感じですね。はい、これはカニ味噌ですね。はい、美味しそう。はい、これもカニ味噌。この部分は食べられるかな、わかんないんですけどね。まあ食べられそうもないな。こういう感じ。まあこれを取ります。はい、この謎の部分を取りました。まあ今の形態としては、この味噌の下に糞があるかどうかという問題ですね。まあ普通はこれを半分に切って糞があったらそれを取りますけど、今はね、皮が硬くて切れないですよ。まあ実際やってみると、この包丁を使って、まあ、簡単に切れました。じゃあここは糞がなさそうです。まずは味噌を取り出して、この上の殻に置きます。こういう感じですね。はい、ここもきれいになりました。この殻は硬いで、
この殻は硬いんですよ。今回の調理方法なんですけど、僕のいつも通りの蒸しガニです。やっぱり他のもっといい調理方法があるんですけど、中華料理の場合は生姜炒めとかね、美味しいんですけど、まあ、僕はいつも無難な料理方法を使っていますね。まあ、そういう人間ですからしょうがないわ。ですか皆さん、出来上がり。いい匂いですね。この味噌の部分は明日チャーに使います。重い、本当に重いですね。はい、今日はここの足と身の部分を食べます。ケステルノンアルコール。食べましょうか。甘い。この身がしっかり詰まってて柔らかくて甘い、美味しいですね。うん、美味しい。僕の初めての日本語動画が終了です。ご視聴ありがとうございます。さようなら。